なんかビジュアルみたいな人間に王林ってのは出せとか自分ができないくせにね、よくいるんですよ、宅建も持ってない宅建なんて簡単だとかね、ね、だったら取って自分で土地の取引すればみたいな感じじゃないですか。そういうバカなパターンじゃないですか。前から言ってますよね。ね、言う、ね、王林も出せとか言ってくるんじゃないですかとかさ、言ってたら案の定言ってきましたよ。西山とこにね、高校1年生で、ね、関東連合決めんとばっくれてるのに、関東連合って語ってますからね。ね、みんな言ってますよ、みたいな。ね、なんなら呼ぼうかみたいな。ね、なんなら呼ぼうかって。お前分かってんだろ、本当は。なあ。お前やられるよ、本当に。なあ、俺が命令とかしなくて、お前みんな狙ってるからね。悪いけど。な、俺はテレパシー強いから分かるんだよ。な、お前ビビってんだろ、それで。とりあえず、とにかく西山智則とか、青汁とか、はじめ、ウリタとか、朝倉未来も、やれよ。とりあえず、やってくださいよ。ね。あ、内藤豊もそうだよね。うん、内藤豊もやってよ。高瀬大臣もやってくんない、ね、?20 キロで何回できるのか、寝方でローアバック何回できるかやってよ。石成君と南野君もやってくださいよ。お願いしますよ。前澤ファンドみたいなやつ、バカにされたくないから顔も出せないやつって。宅建持ってると嘘つきね。宅建持ってたら YouTube やんないから絶対。ねえ。やんない。嘘つきじゃないですか。そういう嘘つきばっかりだから YouTube。アウトロー YouTuber なんて。